はい、どうも山崎亮です。今日は、ダラダラした話をしようかなと思ってます。そして、普段とはちょっと違う角度ですね。まあ、後ろがすげえ映り込んじゃってる感じになってますが、しかも何か作業をしながら話を進めていこうかと思っています。いろいろと、いろんな世界を旅をさせてもらうことが多くて、いろんな街へ行くと、大体僕が好きなのはですね、古道具屋みたいな、アンティークショップみたいなのが結構大好きなんですよね。ジャンクなものがいろいろと置いてあるような場所が好きで。で、そういう場所に、まあ、Google マップとかで調べて、そういう場所を回ったりする。まあ、講演会やワークショップを頼まれたら、そんなところをいろいろと、旅して回っているということが多いんですね。ただ今はもうコロナの時代ですから、なかなかそうやって、まあ、海外呼んでいただくこともなくなりましたし、おのずと、まあ、そうやって海外で、巡るアンティークショップだったりとか、まあ、骨董市だったりとかね、そういう場所へ行くことがなかなかできなくなってきたなと、いう状態に今はなってます。で、まあ、そうなった時にどういうふうに、その我々は日常をね、新しい日常というふうに言われてますけど、日常を楽しめばいいのかなって思ってたんですよね。早くコロナが明けて、いろんな街にまた旅行に行けるようになったらいいなとかね、なんかそんなようなことを考えたりしていたわけですけれども、まあまあ新しい日常っていうなら、自分自身の日常を変えるっていうのも一つの手じゃないかと思ったんですよ。つまり、まあ、僕は兵庫県に住んでますけれども、例えば大阪っていう町を、自分がなんか遠い海外から大阪の空港へやってきた人間だと思ってみたら、僕は一体どこを回るんだろうなと思ったんですね。旅行者として大阪の町に来た場合はどこ回るんだろうかと。生活者としていつも大阪の町いますからね、だいたい行くとこ決まってるわけですけどね。だいたいヨドバシカメラとか行きますね、僕はね。大阪じゃなくても行けるだろうって感じですが、まあまあヨドバシ行ったりね、あとパソコン街行ったりして、いろいろパーツ見たりとか、そういうガジェットを見たりするっていうことをやるでしょ。あとはまあよく行っているようなカフェとか行って、ちょっと仕事をしたりとかですよね。あるいはまあ打ち合わせしたり、あと事務所行ったり、でまあちょっと時間があれば、何かちょっと服の店でも見たりして、なんかちょっとこう自分が欲しいと思うような服が最近出てるのかどうかみたいなのを見たりとかですかね。そんなことをやる。だから、まあ、普段という意味ではそんなこととして大阪を見るわけですけど、旅行者として大阪を見るとですね、やっぱりまず僕は俄然そのアンティークショップというかですね、大阪で骨董市とか、そういう、まあ、京都とか神戸とかね、骨董市とかフリーマーケットみたいなこととかがやってないのかどうかを、まずはネットで調べるだろうなと思うんですね。それはそのフィンランドのヘルシンキ行った時だって、デンマーク行った時だって、まず、Google とか Google マップでね、そういうことを調べましたので、それで今週末やってるよなんつってこう調べて見つけると、よし行こう。で、結構あれですよね、日曜日とか土曜日にやってることが多いので、今日はやってなかった、昨日までやってたのかとかね、あるいは今週末はやってるけど、ちょっとコペンハーゲンにいるのは金曜までで、次移動しちゃうから行けないなとかね、土日にやってるはずだったのにもっと早く調べときゃよかったとか、そんなことになることが多いんですよね。でも大阪にもし住んでるならですね、まあ、結構長い間大阪を旅してるみたいなもんですから、それがその週末にしかやってないような骨董市だったとしても、まあ、そこ行くことができるんじゃないかと思ってですね、改めてその大阪を旅をしているかのように、自分が住んでいる町のアンティークマーケットの情報とかを調べてみたんです。もし大阪を旅行するなら僕が行くであろう場所っていうのをね、関西調べてみたら、まあ、これご存知の方も多いのかもしれないんですけど、毎月21日と22日、まあ、特に21日ですね、弘法大師の21日なんかは、割と骨董市をやってるんですね。京都でもやってますし、まあ、大阪でもやってますし、それから、まあ、他にもやってるところがあるんですけどね。で、まあ、確かにやってるのはやってるなとは前もちらっとは知ってたんですけど、
実際行ったことがなかったんですね。これ不思議なもんで、まあ、東京で骨董市やってたら僕多分行くと思うんですよね。ちらっと見るんですよね。それから海外だったら絶対行くんですけど、なぜ我が町大阪京都神戸ここで骨董市に行ったことがなかったんだろうっていう、まあ、東京の方々が見られていたら、うん、確かになんでって思われるかもしれない。でも調べてますかね、皆さん。そういう自分の町で、自分が住んでる町でどういうことが、開催されているのかを調べてるのかな。僕はなんかこの 2,3 週間前にそのことに気づいてですね、俺は全然調べてなかったよって思って調べて、調べたら21日で、特に大阪の四天王寺は21と22ですね、弘法大師だけじゃなくて聖徳太子の22日もですね、2日連続で、骨董市をやってるということが分かったわけですよ。これ分かったら狙いたくなるわけですね。行きてえな行きてえなってずっとこう思っていた。でそれ行きたい行きたいと狙ってたんですけど、ただなんだろうな、そのためだけにわざわざ行くってのもなって気持ちもあるわけですね。これはそこに住んでいる人間のある種のわがままですかね、これね。旅行者だったら絶対そのためにでも行きますね。あの遠くからわざわざ大阪まで来たんだったら、それはもう骨董市のためだけにその場所まで行こうって思うんですけど、まあいつでも行けるやって思ってる僕みたいな人間からすると、まあだらしないですけれども、何かのついでに行きたいなっていうふうに思うと、まあつまりですね、21日か22日に、大阪での仕事が入れば、ちょっと早めに大阪へ行って、まあ僕は兵庫県に住んでますんでね、早めに大阪入りしてですね、そして骨董市ちょっと見てから、その仕事へ行けばいいんじゃないかななんて言ってこう機会を伺ってたわけですよ。その日が来たんですよね。今日来たんですよ。22日でした。昨日が21日なので、まあ京都の東寺の骨董市とかもやってるし、大阪の四天王寺の骨董市もやってるんですけど、ただまあいずれの骨董市もちょっと人が密になるということもあってですね、今年の4月からこの半年ぐらいは、ちょっとこう店の数も減っているし、それから客の入りも、まあ、少なかったようなことがネットでは書いてありました。逆にまあで観光客の方ね、特にアジアからの観光客の方々もあんまりいないということなので、逆にチャンスではあるなとは思ってましたね。それで21日に行ければ結構いいもんいっぱい残ってるだろうと、ね、思うんですけど、残念ながら、大阪での予定が入ったのが22日でしたので、今日は22日なんですけれども、22日にちょっと、まあ、行くと、行ってみようかなって言って、まあ、ちょっと大阪市内でのプロジェクトの打ち合わせ、それが、まあ用事があったんですけども、用事の前にですね、2時間前に大阪に入って、どんなもんだろうということで、ちょっと先に、骨董市行ってみたんですよ。四天王寺の骨董市。おもろかったっすね。もう思ってた以上に面白かったです。びっくりしました。我が町で、こんなことが起きていたのかっていうすごい発見になりました。もっと早く来ればよかったって思いましたね。まあ、いろんなお店が出てるんです。ただお店の人に聞くとですね、これでも少ない方だって言ってましたね。今日は雨が降りそうだったので、もう早々に引き上げた方々がいた。それから昨日21日で結構たくさんのお客さんが来られたそうで、である程度の販売がもうできた人たちについては、昨日1日でもう帰っちゃったらしいですね。で今朝の天気を見てですね、今日は雨が降りそうだって言って、まあそのまま店閉めて帰っちゃった人もいるって言ってて、だからどうなんでしょう。僕はにぎわってる時っていうのがどれぐらいの密度でお店が出てるか分かんないんですけど、お店が出ているブースとしてはですね、3ブースに1つぐらいしかお店が出てなかったんじゃないかと思います。隣近所結構空いてましたんで、砂利のまんま空いてたから、多分ここにもここにもお店出てたんだろうなっていうふうに思うようなところが空いてましたね。だから多分ですけど3分の1ぐらいのお店しか、出てなかったんだと思います。お店の人にいろいろ聞いたんですけど、なんかおおむねそんなようなことを言ってましたね。でまたなんかすごいみんなフレンドリーですね。まあ海外とは違って日本語だからまた分かる、大阪弁だからめちゃくちゃ分かるっていうのもありますけどね、フレンドリーにいろんなことを教えてくれます。京都の方の骨董市にも昔は行ってたんだけど、もう今はちょっと遠いし面倒くさくなってきて行かなくなったんだと。あと向こうはちょっともうちょっとかっちりしてんだみたいなこと言ってましたね。あんた行ったことあるかとか言われて、いやないんですよ、これからちょっと行こうかなと思ってんだけどって言ったら、大阪の方がいいよって言うおっちゃんがいたりとかですね。
私はもうだから大阪でしかやらないんだっていうふうに言ってるおっちゃんのお店がありました。京都はやっぱり少しかっちりしすぎていて、でそのお客さんとかもね結構いろいろとこう、きっちりしようとする人が多いから、もっとラフな感じでね、隣近所のお店の人とかも喋って、そんでなんか物を貸し借りしたりとかもできて、でなんか世間話とかしてていいような気が楽なのが大阪の方だって言ってました。四天王寺の方は本当気が楽だって言ってて、だから自分にはこっちが合ってるっていうふうにおっしゃってましたね。でまあそういう場所で、1ヶ月に1回ですよね、1ヶ月に1回お店を出してるということだということをお話をされてましたね。だから1ヶ月に1回もこういう面白い場所が出てるんだったらやっぱ来るべきだなと思いましたね。せっかく関西に住んでるんだし、まあ1回僕は京都の方も行ってみたいとは思いました。あと重曹とかでもやってますしね、まあそういう場所行ってみたいと思いました。大阪がラフだっていうのはどういう意味なんでしょうね。フレンドリーだったりとか、まあちょっとこうダラダラしてたって別にお客さんも怒りもしないしっていう、ある種の気楽さがあるんだろうと思いますが、あれ金額にも反映されているのかどうなのか。僕が行った時にですね、いや思ったより安かったですね、いろんなものが。まあそういうそれぐらいの金額のものだけ扱ってるってことなのかもしれないです。あのそんなお宝みたいなものを扱ってるわけじゃないっていうことだったのかもしれないんですけど、いくつかの店で あいいなって思って、でそれが店舗を構えてるお店だったりとか、あとヤフオクみたいなところだったりとかすると送料を考えたりしなきゃいけなかったり、メルカリなんかで見ててもだいたい売ってる人はこう送料も加味してるんでしょうね。あれ送料無料って書いてあるけど、だいたい送料も加味して値段設定してるメルカリも多いし、それからヤフオクの場合はまあ送料はそちら側で負担してくださいねってことで値段設定してるからなのかもしれないんですけど、ヤフオクとかメルカリで見ている値段とこれいくらすかって言って今日店主に聞いた値段がですね全然違ってました。なんだろう、感覚的にはなんか半額みたいなイメージでしたね。半額ぐらいなんじゃないかなこれはと思って、すごい安いという印象がありました。よく普段から行かれてる方は何を今更っていうことかもしれないですけど、僕にとってはかなり新鮮な体験でしたね。なので今日はその仕事の前に四天王寺の工房市というか骨董市2日目、しかも雨が降りがち、それで大半のお店がもう店を閉めて帰ってしまった後の骨董市に行ってきましたという、まあそんなお話です。で今ずっとこう下向きながら何やってるのかっていうと、買ってきたやつを拭いてるんですよね。これでねちょっとこうこうやって拭いてるんですけど、いやーなかなか面白かったですね。これは今拭いてるやつはこれどっち向きなんだろうな、こうか、梅って書いてあるんですけどね、こう映るかな、これだと映るんじゃないかと思ってこのカメラにしてみましたら映ってますね。梅山釜の梅ですねこれね。ちょうど来週ぐらいに僕は愛媛県に呼んでいただいていて、愛媛の松山で日経懇話会っていうのがあって、日本経済新聞社関係の場所でお話をするんですね。それが今年は松山だってことで、よし松山行こうって思ってたんですけど、松山といえば砥部焼ですよね。松山の市街地からちょっとこう南へ行ったところであって、そこにまあいわゆる梅山釜って言われる、民芸の本の中にもよく登場する釜がありまして、割と好きなんです。青い色を出すのがうまいところだというふうに言われているし、僕もそう思うんですけど、その釜のこんなものですね、まあ、ちっちゃな一輪挿しのようなものですけれどもが、たまたまも売っていて、それ300円でしたね。これは300円っていうのも映るのかな、そんなものでした。だからこれはその梅山釜で買えばいくらなるのか分かんないですよ。1000円なのか1500円なのかになるでしょうけど、それは新品だってことでしょうね。これが中古になるとどれぐらいになりますかね。なんか感覚的には600円とかそんなような値段になるんじゃないかなと思いますけどね。僕が知らないだけかもしれない。だから半額なんですよ、イメージはね。だいたい600円、700円ぐらいになるんじゃないかと思うようなものですけれども、それ300円でいいよっていうふうに言ってましたね。
なんだか変わったこういう木の彫り物みたいなの持ってましたね、これね。なんでしょうね、これは。このフスピンとかこっちにしか合わないのかな、このふざけた顔はね。この動物もな、動物なのか神様らしいんですよね。山王神猿、山の王様の神様の猿って書いてますね。それ後ろだからぺったんこです。だこれもここにこっちか、値段が書いてありますね。300円、とにかくもうね、何でもかんでも300円って、200円でいいよみたいなこととか言われたりしましたね。面白いからもう値札もそのまま貼っとこうかなと思ってますが、そんなようなものがあったり、これもだから値段としては、え、300円でいいんですかっていう、そんな印象でしたね。何か普段僕がなんかこういうものを見つけた時に、あ、だいたいこれは500円ぐらいかなとかね、これで1000円って言われたらちょっと高いなとかね、思ったりする、その値段をガクッと下回るというね、そういうことでしたね。文鎮もね、動物の文鎮が結構あったんですよ。なのでこれなんかはそうですね、これなんかは、なんかちょっとふざけた顔した、虎の文鎮だと思いますね。重いんですよこれね、文鎮ですけど。で、同じようにありますね、こういうね、この牛、映らないのか、やっぱこれ映らないんだな、こうやってやらないと映らないのかな。牛の文鎮とかですね、牛の文鎮とか竜、タツの文鎮、多分これ12あったんだと思うんですけど、蛇とかですね、蛇とか、これは左右対称に作ることができないんじゃないのかしら。ちょっと首が、ひねってありますが、それとこれ馬ですね、馬もいましたね。180円ずつですね、結果的に1個180円だっていうことでしたね。そうね、200円、1個200円ぐらいですね、だいたい200円ぐらいで、いいよっていうふうに言われたんで、分かりましたっつって買って帰りましたね。なんかすっとんきょうな顔してるのが好きなんですよね。あんまりこうリアルじゃなくて、人をちょっとバカにしたような、ちょっとこう手抜きましたねっていう感じの作られ方が割と好きだったりしますね。あとはね、別段これはどこの焼き物なのかよくわからないけど、こういうものですこれね。これ竹みたいですよね、よく見たらね、竹を切りましたかっていうような陶器なんですけど、釉薬がちょっと垂れてきてるところと、そうでもないところとかあったりしていて、内側とちょっとこう塗り分けてるんですよ。だから焼き締めというか素焼きになってる部分と中の釉薬とがまた違うものになっていて、これ200円300円、確かそんなんだったと思いますね。これ300円だ、これ300円だって言ってましたね。同じところでもう一個いいなと思ったのを見つけたんですよ。そっちは200円だよって言われて、こっちが300円でしたね。まあなんかこう、なんかお茶を飲むにしたらでかくていいけど、で重いんです、ちょっと分厚くてね。だからむしろそれより、なんだろうな、なんかこういろんなものを入れておくのにいいかなと思ったんですよね。何かペンだったりとか、そういうカッターだったりとか、そんなの入れとくためのこう器がねあるといいなと思ってて、なんか存在感あっていいかなと思ったので、今はね、なんかあれなんですよ、透明のやつ使ってるんですけど、このプラスチックのね、これは、まあ、中に何が入ってるのか分かりやすくていいんですけど、こうなんかちょっと雰囲気ねえなと思ってたので、これちょうど径が同じぐらいなので、これこのまま全部こっちに入るんじゃないかなと思って、300円だしかどうかなと思ったという、そんな感じですね。200円の方はこれですね、木の器、お菓子かなんか入れるやつですけどね。これ赤かぶとナスが彫り込んであって色がつけてあるっていう、そういうものでしたね。これ綺麗に拭けばなんかちょっと綺麗になるんじゃないかなと思って買っちゃいましたね。200円でいいんですかっていう感じです。やっぱ送料がないって大きいですよね。こういう価格のものを買おうとするときね、
送料があると、いろいろ理由をつけてね、なんかこう何百円っていうお金がこう上がっていくと思うんですよ。それはあの本体価格の中に入れ込むのか、送料別としてやるのか分かんないけれども、結果的にちょっとなんだかんだ言ってちょっとした値段になるわけですけれども、ああいう飲みの位置的なやつだとね、送料みたいなことはあまり気にしなくていいから、逆にすごくお買い得感があるなという印象でした。初めて行きましたけど、ちょっとこれやみつきになりそうだなっていう感じがしますね。あの四天王寺の飲みの市はですね、実はあのどれだったかしらな、手仕事の日本かな、柳さんの手仕事の日本に出てきたのか、それとも志賀直哉の甥っ子さんの直国さんの民芸の歴史だったかな、どっちかにね、出てきたんですよ。あの民芸の人たちも当時柳さんがね、天王寺あたり行って、多分四天王寺のやつだと思うんですけれども、あの飲みの市行っては、当時まだ結構いろんなあの民芸品が安い値段で出てたので、それをこう喜びさんで買い漁ってましたみたいな記述がどっかにあったんです。それと京都にも彼らはよく行ってたみたいですね。行ってたというか、柳さん一時期京都住んでましたからね。京都は結構やっぱりそれなりのものが集まってくるようで、京都のそういう骨董市とか行くと、あまり高いものを買うわけではないんですけれども、安いものの中に結構いいものがあるというようなことで、いろいろと買っていたっていう記述を見て、わ、そういえば俺もせっかく関西にいるんだから、ちょっとちゃんと見に行っとかなきゃなと思って、まあそれで思い立ったというところもありますね。ちょっとだから外国から見た日本のように、旅をするかのように、大阪を見てみようというふうに思ったということの背景には、柳さんたちも行ってたんだしなっていうようなところもありますね。あとはこれがありましたね。これも変ですよね。西郷丼、西郷丼と西南戦争なのかな、こんな大砲があって、そして犬はひっついてますね、横にひっついてますね、犬がね。これはあれなんですって、お酒の瓶なんですってね。この後ろにお酒入れるコルクがありますけど、そのお酒で、で経典愛人かな、書いてありますね後ろにね。でここに西郷南州100周年記念って書いてあるんですよね。これは何だろうな、何の100周年なのかはちょっと分かんないです。生誕100周年、100年記念なのか、西郷南州100年記念って書いてあるので、西南の駅から100年なのか、亡くなった時から100年なのか、生まれてってことはないかですよね。明治維新で150年なんだから、今年これも100年記念の時に作られた記念のお酒だと思うんですけど、100年っていつのことなんだろう。今から50年以上前のことなのかもしれないですね。ちょっと後で調べてみます。これはどういうお酒で、あのいつ頃このお酒が流通していたのか、たくさん量産されてたんだと思うんですよね、これ。でもなんか僕は、まあ、西郷さんのこういう陶器ってのはいろんなバージョンがありますよね。いろいろあって、上野の西郷さんみたいなやつとかも結構いっぱいあるんですけど、なんかこのなんて言うんでしょうね、お酒、このお酒だっていうところがなんかちょっと気に入ったんですよね。それで300円だっていうんでね、これも。まあ300円ならちょっとだけ眺めてニヤニヤしてみようかなと思ったという、そんな感じです。なのでちょっと家に置いといて、セゴドンがこっちを見てるぞと、思いながら仕事をしてみようかなと思ってます。ということで今日はまあ何ってわけじゃないんですけどね、そんな報告です。行くと思いますね、また行くと思う。むしろ今日は22日でしたけど、21日の朝から行くでしょうね。朝8時半からやってるらしいので、朝8時半から行ってみて、それからあの京都の方も予定をうまく組んで、京都の方も一回行ってみたいと思いますね。その大阪に比べるとかっちりしてるというふうにおっちゃんが言ってた、その京都の方も行ってみたいと思います。そうそう、別のお店の人がね言ってました。あそこは、21日22日2日間で、お店を出すお金が1万円なんだそうですね。だから1日5000円らしいですよ。
だからまあ1日5000円払ってお店を出して、でお客さんにいくら分ぐらい売るんでしょうね。1日売り上げいくらかあるんかわからないけど、だいたい 2,3 軒のおっちゃんたちがみんな言ってましたけど、儲かる商売じゃないんだって言ってました。これは別に儲けようと思ったらこういうことはやってられないみたいなこと言ってましたから、まあ確かにそうでしょうね。1日に 5,000 円払ってお店を出して、で僕らみたいなのが200円か300円かみたいなやつを2個か3個ずつ1つのお店で買っていくわけですからね。これ結構かかりますよ。その10、20売ったって言うと、まあ、20売って6000円なので、ようやくここ20個売れたら、何か20個売れたら、今日借りてる賃料は払えると。まあ、そこからあとはどれぐらい売れるかでしょうね。ただまあもともとこれを仕入れてきたお金とかがあるのかないのか、そんなことを考えると多分儲けのためにやってる人っていうのは そんなに多くはないんじゃないかなと思いますね。むしろやっぱ好きなんでしょうね。好きなのと、それから古いものがどんどん捨てられていく、こういうのがね、もう割られて埋め立て地に入っていってしまうというのが惜しいと思う人が、誰かのところに渡ればいいのになっていうことで、それをこうもらってきたりとか安く買ってきたりとかして、でそれで次の人の手に渡そうとするっていう、まあ、そんな人が骨董品屋さんには多いんじゃないかという気がしてます。まあ中にはね、そういうふうにやってる中でとっても高級なやつとか珍しいやつとかが見つけ出されてきて、こういうのはお店で売ったりネットショップで売ったりとかするんでしょうけども、そういうものではなかったものですよね。いろんなものがごった混ぜでこう入ってきた場合、この最後はみんないらんだろうと、お酒のね、容器だしなって思ったら、まあそういうのはもう数百円でもいいから売って、誰か別の人のところに渡していこうっていう、そんなようなことなのかなっていう気がしますね。ということで今日は、はい、四天王寺の骨董市について、買ってきたものをちょうど今磨き上がりましたので全部、結構汚れてた四天王寺の骨董市についてお話をしました。自分の町をさも旅行するかのような目で見渡してみると、あそこまだ行ってなかったなとかいうようなところを見つけることができる可能性があるので、僕はちょっとこれからもコロナの時期に、自分が住んでいる町を旅行者のように舐め回してみて、そういえばまだ行ってなかったなというふうに思うようなところを回ってみようかなというふうに思っています。それではまた。